ットボールファンの皆さんどうも。今回はユーロ2020の準決勝のイタリア対スペインの前半の、スペインの前進とイタリアの守備についてを話していこうと思います。後半以降の展開はブログの方でシェアさせていただきますので、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらも見ていただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。でまず触れていきたいのが、イタリアの守備についてですね、ここまでイタリアの試合を見ている方なら少しいつもと違うなっていう風な違和感はあったかもしれません、もちろんこの試合のイタリアの守備はいつもと違いました。明確に。で何が違っていたかっていうのをまず話していこうと思うんですけど、まず最初に立ち位置が違ってましたね。ウィン、その立ち位置が違っていった選手っていうのがこのウィングです。まあ、キエーザとインシーネの立ち位置が若干変わってました。でいつもならば、まあこういう形、インシーネとキエーザが割と外を消す、サイドバックを消すような形を取りつつ、まあインモービレのところはセンターバックが見るよっていう風になってて、で外に追い込んだ時にまあキエーザも行きつつ、まあバレッラも寄ったり、キエーザがまあここまで出てった時に、ウィングがセンターバックまで出ていった時にサイドバックにボールを渡させて、ここにインサイドハーフが出ていくよっていうような守備を行っていました、今までは。ですけどこの試合は2センターバックに対してセンタートップとウィングが当てはめるような、まあ当てはめるって言ったらちょっと語弊が生まれますけど、牽制をするような形をとっていました。でキエーザは少し下がって、このインサイドハーフ内側に立つペドリを意識するような立ち位置を取るようになってました。はい。でなんでこれを行ったかっていうと、まあ、確実にスペインの心臓であるブスケツを消したかったっていうのがイタリアの狙いとしてあったと思います。だからバレッラが中まで入っていくんで、まあ、ペドリが空いちゃうので、そこにまあキエーザを落としてペドリ版をさせようっていうのいう風な狙いがあったと思います。でバレッラが、中央まで寄ってブスケツ版をしていました。でこれ一つ注意してほしいのが、これスペイン陣内、イタリア側からすると敵陣内の、守備方法になってて、ミドルブロックだったり、まあ、深いブロックだったりってなった時はインモービレがブスケツを見るような形になってました。でその場合は 4-1-4-1 のような形で守備を行ってました。でまあ、これをするときに注意点として、まあ、どうしてもやっぱりイタリア側からすると外側のサイドバックっていうのは空いてきていましたね。でなんでここが空いてくるかっていうと、まあ、ここのウィングがしっかりサイドバックをピン止めしていることっていうのと、まあ、このインサイドハーフで、まあ、下がったウィングとイタリアインサイドハーフベラッティをしっかりピン止めしていたので、まあ、空いてくる場所は必然的にサイドバックになるよっていう風な形になってました。で、まあ、もちろんイタリアはサイドバックで時間を作られたくないので、割とインモービルだったりインシーネだったりは外切りのプレスをかけることが多くなってました。だから、ここの中央でボールを今回は回収しようっていう風な狙いはイタリアは持っていたと思います。てか持っていました。この試合見る限り。で、これは確実に対スペインのゲームプランだと思いますし、いつもと明確に違った守備を行っていたので、ここの中央のエリアでボールを奪おうっていうのは明確に見えました。で、これに対してなんですけど、スペインは、まあこのダニオルモをワントップで使ったことによって、簡単に前進をすることができるようになってました。
じゃあなんで前進をすることができるようになっていたかっていうと、まずサイドバックの立ち位置ですね。このサイドバックの立ち位置っていうのがまず最初一番重要なポイントになっていたんじゃないかなと思います。でどのような立ち位置を取っていたかっていうと、まあ、ここに立っていると外蹴りをするインシーニェに対して、まあ、背中で消されてしまうので割と低めのポジションを取るようになってました。でこうすることで、まあ、インシーニェは外蹴りをしたところでここのスペースが空いてくるので、でプラスここのスペース誰もいないので、まあ、外蹴りをする必要がないよっていう風な状態に、アスピリクエタだったりジョルディアルバは持ち込むことを行ってました。でこれを行ったことでここでスペインは2対1の状況を作り出すことができてました。でこれを行うと何がいいかっていうと、まあ、ここのパス交換だけで、まあ、一度アスピリクエタに出して、まあ、ガルシアに戻した時にインシニアを動かせるんで、なんかガルシアが、まあ、こっちだったらラポルテが、ボールを持ち運ぶことができるんですよね。このようにボールを持ち運ぶことができて、でプラスアスピリクエタが下がっているので、まあ、仮に奪われた時の、まあ、リスクヘッジっていうのはできるポジションをアスピリクエタは、まあ、サイドバックは取るようになってました。でここでガルシアが持ち上がった時に何が起こるかっていうと、この瞬間にこの試合のキーマンであったオルモが下がって、ボールをピックアップしようっていう動きを見せていました。でこのガルシアが持ち上がった時に何がいいかっていうと、ここの3枚の縦関係ですね、ここの3枚の縦関係がかなり良くて、で、まあ、ベラッティに対してこの縦関係の1対3っていうのを作り出すことができていました。でここの持ち上がった瞬間にアスピリクエタがこっち側に下がったので空いてくるスペースここになるんですよね。でここにコケが流れていくことが多くなってました。でここのコケが流れていくことで、まあ、ベラッティは割とコケについていくことが多くなってました。だからまあ、こういうプレスを行うことが多くなってて、でそうすると空いてくるのってここですよね。このパスコースが空いてきていました。かなりっていうか空いてました。だからここのボランチ脇っていうのはかなりオルモに使われていたんじゃないかなと思います。でイタリアからするとかなりオルモのこの動きは厄介だったと思います。でなんでここでオルモがボールをピックアップできたかっていうと、まあ、ここの3枚2センターバックとボランチの最初間に立っているんですけど、ここから、まあ、ジョルジーニョの視野外から、まあ、ここにボールがあるんで、ここのボールとジョルジーニョとオルモのこの関係だとジョルジーニョはいっぺんに、オルモも見れないですし、ボールをも見れないですし、まあ、オルモとボールを同一視野に入れることができないんですよね。でボール中心でやっぱり選手はプレーしますから、よほどのことがない限り、だからここのジョルジーニョはここのスペースっていうのは確実に見えない状態になってました。で、だから、このガルシアが持ち上がって、コケが流れた瞬間に、視野外からこっちの脇に入ってくると、簡単にボールをピックアップすることができるんですよね。で、そうすると、何が起こるかっていうと、イタリア側からすると、ですね、ここの選手っていうのは、ここにボールが入るとこっちよりこっちの選手っていうのはひっくり返された、配送された状態、割と無力化された状態になっちゃいます。でこうなることで何がいいかっていうと、まあ、この4枚の関係っていうのがかなり良くて、まあプラスブスケツも入ってくるんですが、まあ言うならばこの4枚の関係がかなり良くて、
ここにボールが入った瞬間に、例えばジョルジーニョが寄ってきても、まあ、彼ターンする技術がかなり高いのでターンすることもできていましたし、まあ、ベラッティが寄ってくればこっちに寄ってくればコケが簡単にボールをピックアップすることができますし、まあ、さっきジョルジーニョのとこでも説明したようにボールと受け手の間に敵がいると、この敵っていうのはボールと相手をマーカーを同一視野にいっぺんに入れることができないので、どうしても遅れが出てきます。この遅れをスペインはかなりうまく作っていて、でなんでこれができたかっていうと、さっき言った最初にアスピリクエーターサイドバックが、下がることで、このウィングに対して、まあ、こっちだったらセンタートップに対して数的優位1対2の状況を作り出してボールを持ち出せるよっていう状況を作り出します。でその時にここの3ラインで数的優位を作れたっていうことがかなり良かったんじゃないかなと思います。でこの設定をきちんと明確に持ってきていたので、ダニオルモの起用だったんだと思います。彼のターンの技術だったり、この降りてくるタイミングっていうのは抜群に上手なので、だからコケが流れることが、インサイドハーフが外側に流れることが多かったですし、まあ、ここにオルモが降りてこなくても、このサイドバックが、ウィングがこっち側に入ってきて、で、オルモがこっち側のジョルジーニョ脇を取れば、すいません。こういう形で、ひし形を作り出せますし、まあ、こういう形で、まあ、五角形を作り出すことができますし、かなり、いい関係でボールを進めることができていたと思います。だからイタリアは中央でボールを回収することが難しくなってましたし、このダニオルモのジョルジーニョ脇の取り方っていうのはかなり上手だったと思います。だから彼がボールをピックアップすることが多くなっていましたし、まあ、それでイタリアはうまく守備を行うことができていませんでした。ですけど、まあ、35分あたりから、まあ、降りるオルモに対してはセンターバックが明確についていくような素振りは見せていましたし、まあ、これが多分、後半の修正につながっていたと思います。まあ、明確に後半は修正を行っていたので、まあ、それについてはまたブログの方で解説させていただきますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい。でもっと詳しい解説っていうのは、オンラインサロンの方でシェアさせていただきますので、そちらも見ていただけると、そちらの気になる方はオンラインサロンの参加もご検討いただけると嬉しいです。でブログの方もどうぞ見ていってください。ツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもしていただけると嬉しいです。では最後にチャンネル登録と高評価もポチッとしていただけると嬉しいので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。1000人までもうちょっとなので、どうぞよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。